屋が語ってやった織姫という話をしてみます。聞いてください。昔々あったぞ、あるとこにな、じいさまとばあさまが暮らしてやった。駒立てでやったから、まあ何人もの稼ぎやった。どうもバカのように本稼ぎやったと、朝から晩まで。そうしてな、ばあさまは家の周りさな、畑作って風物一平作ってやったと。じいさまは山させっせと稼ぎに行ってやったそうだ。ある日のことだ、ばあさま上の畑さ行ってな、売りの世話でもしてこべえなんてやった。今度は大丈夫かな。じゃあ、売り畑に売り姫が、売り姫、売り女の子が、あの女の赤ちゃんがいたからな。ほんで、ばあさま、いやいや、飲んだどこだどこさ、西やなんてな。いやいや、めえ、ややだ、なんて言うと、ポタンと懐さえれっと、印刷してきゃったぞ。いやいや、めげえこと、めげえこと、早くじいさま持ってきゃんねえかな。何ちゅうだべなんて喜んで待ちやったら、じいさま帰ってきゃったぞ。ばあさま抱いてる売り、やや見てな、なんだそのやや主じゃ、なんて言ったぞ。俺な、裏の畑で行ったべ。そうしたら売り畑にこんな右ややいたったなぞ。これな、俺は神様の授け物だと思うな、なんてな。そうかそうか、そうにちぎれわ、じゃとな、じいとばあ喜んで、そのめんこいややな、育てやったの。そうして売り場だけに見たからな、売り姫の名前つけて、めんこいめんこいと育ててな、売り姫もおい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 育ったそうだ。そうして売り姫もな、いいおなんこになったべ。言うことは聞くべし、気立てはいいべし。そうしてまだなんつったってな、旗織りが大した上手でやったと。毎日毎日旗織りしてたと、とんからりんとんからりんだな。こうしてずっとかみげーからずっと口癖のように言ってやった。売姫さ、売姫、ぬっしゃな、ずっとばあ入れんときは誰来たって決して戸あんのわけでなんねえぞ、絶対戸わけでなんねえぞとってな、口癖のように教えてやっただと。そうしてある日のことだ、ほら絶対戸なんのあげねえわい、じいちゃんのずっとばあの言うこと聞くもほら絶対戸なあげねえ誰来たってなんてば肩あご持ったそうだがな。ある日のこと、トントントンだってな、若い立派な男を訪ねてきただろう。売姫、売姫、西の顔を見れと思ってきたんだ。ちっと戸を開けてくるやん。ダメダメ、ほら言わっちんだから、絶対戸を開けんなって言わっちんだから、戸なのわけね。そうだこと言わねえで、ちっと願ってくろう。ちっと顔見せて、ダメダメ。なんぼ言わっちもその時はダメダメって言わっちゃあげダメで帰ったと。その男がな、毎日毎日来んだけど、戸をあげろ戸をあげろとって。そうだ、ある日のことな、とうとうこだこだ言ったと。売姫、戸をあげてくろ、ちっとでいいわ、指一本減るほどでいいかあげてくろって。まああんまりあんまりしつこく言わっちな、売り姫こんまけして指一本ほどちっと戸を開けたと。売り姫、売り姫、2本、たったの2本でいい、指2本入らなきゃ戸を開けて。そうか、まだちょっと戸を開けたぞ。そうしたらまた言うだと、3本、指3本入らなきゃ開けてくろや。したな、そうねな、三本ならさすけねえだな、指三本ほど入るほど戸を開けたらどう。そしたらその男なんばらで戸を
雨だと思ったらメレメッと倒木として中が消えてきたらと、そうしてな、めんこい織姫どもな、マリ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 ちゅうのくっちまったなと。そらな、男は天の邪悪であったと、天の邪悪が負けて来たったと。そうしてな、今度は早速織姫に負けっと知らんぷりして肌折りしたと、トントンからにトンからにと織姫やってたようにやってたんだから、ジードバー山から来たって一つも気がつかねえでいたんだそうだ。そうやって何日か過ごしているうちに村のお大臣様からお迎えが来た。おらえさ嫁に来てくろうとなった。そうしてな、ある日な、立派なおかもが迎えに来た織姫どこさ。そうして花嫁衣装を着せてもらってな、立派なおかもさんのって、そうしてな、花嫁行列できたと。そう、天気はいいし、ジードバーも喜んでおくやったと。そうしてカゴがしずしずとすずしず進んでいったらな、いやいや、なんだべんがどっから集まってきたもんだかや、スズメたちがチュン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 とつもなくまカゴの周りさ集まってきて大騒ぎすんだと、チュン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 とって。そうしてよく聞いてみたらな、アーマンジャーカが乗ってくわ、ウリヒメに化けてカゴになんぞ乗ってくわって騒いでんだと。それ聞いた天の邪悪な、化けの皮剥がしてカゴからな身乗り出すと、あぐパッとな、そのスズメたちにあぐぶっかけたらと。どうしたらそのあぐがスズメの目さヘル、口さヘルして、赤い血流してな、バダ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 と落ちくけど、そうしてな、目から血、口から血ハギハギ、そうしてススキの葉さ止まったそうだ。そうしてな、ススキは赤くなったんだと。そうだ話だぞ、天の邪悪はな、お供の者から村の人たちから、ああ、カゴから無事落ちてきな、頭ぶったときに化けの皮を剥がされちまってな。そうしてみんなにとっつがめらっちやっつけだっちゃそうだ。はい、こんにちは、天の邪悪一が下げました。なんだか、あの、マイクの調子悪くなったりすると、こう、調子狂う。すみませんでした、ちょっとまたこっち戸惑ってまったほんで、じゃあもう一つ、今度あの夢巫女像っていう話なんですけど、これはあの二等寺の中丸今ばあちゃんっていう人がね語ってやった話なんだけど、夢巫女像っていう話です。聞いたことあやかよ。二等寺のばあちゃんですね、今ばあちゃんね。はい、じゃあ夢見小僧。昔々あったの、あるとこにじいさまとばあさまとな、兵六っちゅう一人息子三人で暮らしてやったの。ある晩のことじいさま言ったと、兵六、今夜は早く寝て夢見やっこ準備ぞ。誰へ夢見るんだか、明日は早速にこの話やっこすんべいぞ。ああ、早く寝て、いい夢みんな。その晩にみんなな、早く寝て。そうして朝になった。じいとばあ、朝じゃ飲みながら言ったぞ。ばあば、なとだ。いい夢見たの。いやー、一回夢寝れちまったちゅうに。そうか。じいはなぞや、夢見たのか。いや、俺もねっかいい夢見ねっちまった。あら、ほんじゃ兵六なぞなんだからな、兵六んとこ起こしてみ。兵六、兵六、ほら起きてみろ。起きて目覚ましてお茶でも飲めな。兵六お茶飲んでならば、さっそくじゅさま聞きやったぞ。兵六、じゃあなぞったいやめんねだ。いや
んで語ってみろ。語らんに。おら夢見るわ見たが語らんに。なに夢見たなべ。語ってみろ。語らんに。おら夢なの見たが語らんに。なに語ってみろ。전에소담이語らんに語らんにじゅうだら。なんぼにも語らんにじゅうのか。なんぼしても語らんに。よし、そうだこと言うなら。そのくらいまずの人は4つ切るぞ。4つ切らちもかたらに。そうとずさまごせやけた。ゆうぼれこどな、ひょうろぐんのごせねぐんのな、まずの人はぎりぎりと4つ切やったの。そうしたさすがのひょうろぐんもな困ったなべ。ちーちーわかったほら、ゆめいかたっから、トイレくろうトイレくろうなんて。おお、暴れしたの、わあ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 ないでな。そうしたときにな、その頭蓋窓のぎさ、ガバーちょうどとんでもねえ脅して、何か化け物みたいなのが寄ってきたの。うわあ、やっかねえよな。夢かたねえばっかりに、食われちまだわ。お化けに食われちまだわ、おっかねえ。思ってたらな、恋しんだと。しゃあ何ちゅうな、なんでこだどこさしばらっちんな。俺は天狗だ。うわ天狗様がよ、おら夢見やっこして、いや夢かだんなかったから、ここさよっつきなっちゃ評論っちゅうだおら、なんて言ったと。そしたらな、そうかそうか、俺は困ったもんだな。じゃあ俺助けてやっか。評論な、天狗様になは問いでもらったと。そうしたらキローっとしてな、評論天狗様、天狗様たちは大した宝物持ってんだっちゃうもんな。ああ宝物持ってった、すげえな。おらその宝物を見せてもらいてえな。宝物を見せてくろ。まだとんでもねえことは言うことなんじゃ。だが見せっか。ちょうどな、天狗様懐からな、めぐり棒のようなチャッチー棒を出しちゃったと。肌っぽは尖ってる、片っぽは丸まってるんだと、その棒。でな、天狗様もおせやったと。このな、棒はな、丸い方でなでっと病気が治る。尖ってる方でなでっと病気が進む。な、わかったか？いいか？もう一つあんだ宝物、これ。ほら、扇子のような器のようなが何べん。これな、青のと空とべん、よかべん。うわぁ、すごいなぁ。それを俺に見せて貸してくれやねえかな。だが、天狗の宝物を貸してくるなんての誰もいねえぞ。こんなこと言うことだな。まあ、天狗様な、今日の心を許しちゃったので、じゃあちょこっと貸すか。なぁ、めぐり棒のようながだな、扇子のようながら厚げやったぞ。まあ、ヨーロッパが珍しがってな。ああ、ほんとだ、この子。片っぽ丸まってんな。片っぽ尖ってんな。うわあ、すげえな。うわあ、これは、うちは、青梅と空溶けんの？なんつったと思ったらな、ヒョウログ、ふわっ、ふわっと。青いならどう？そしたら、ヒョウログの体、ふわっ、ふわっと。浮き上がっちまった。あらー、なんて、ふわー、ふわーと調子づいてな。これも青んだから、ヒョウログ、ふわー、ふわーちょっと空飛んで、そう。てっちまった。天狗様たまげやった。こらひょうろぐもらってこい、これ俺の宝物持ってこい、俺とばってくなっちまーん、なんてがないやったが、なんともしそうね。ひょうろぐふわふわと飛んでいっちまった。そうしてひょうろぐあっちこっちは楽しそうに飛んでたっけがな、ある村でっかい村の空ざ空の海ざ飛んできたと。そうしたらその村ではな、お宮の鳥居くぐる人もいれば出る人もいる。でっかい屋敷さ出入りする人もいるしてな、俺なんだべ、人を行ってたり行ったりしてなんだって逃げやがな。これは祭りに損いねえ。ほら、えってんめっちゃとな、評論そこが。俺で見たと。なんだよ、今日は祭りがよ。なんだな、祭りじゃっか。ここの村のな、一番金持ち様の家の娘、病気になって、今、深海激化中騒ぎだ。
みんな神頼みだ。ああ、そうだよ。その娘さんに会わせてもらえねえべか。俺にちょっと見せてもらえねえって言ったと。そしたらな、藁をつかむ思いだべ。そして娘さん会わせやったと。兵六は天狗からもらって取ってきた棒を出して、悪い方で体をさーっと撫でてやったと。そうしたら今まで娘の日のような青い顔しにいた娘、パチッと目を開けたと思ったらな、もう顔色がたちまちに良くなってきたなと。あららららら、だそうで金持ちのとったまたまげでな、喜んびゃる喜んびゃる。いやいやいや、なんだべしなたは薬も使わねえで、こうだ病気よくしゃんのかよ。大したもんだな。ほんでそれ、あと二日せんかたまって、俺の娘様子見てくんぜやってことになってな。登録二日もたまっているうちに、娘の病気もすっかり治って元の元気になったんだそうだ。そんじな、登録は、一平俺を銭ばもらうべし、いろんなものを宝物をもらって、お礼にな、もらってそうしてな、J までお腕届けてもらいやったと。J ではじいさまとばあさまを大喜びしてな、迎え合ったじゅんけ。そんで兵六は、夢かだんな幼女を夢見だったなべ。それ本にかだんなかったんだから、夢の通りになって、いい思いしてな。じいとばあと兵六と三人で、それからはいい暮らしできたんだそうだ。はい、本日、一が叫びました。終わりです。